あそこにいんのか。闇討ちしよう。音を立てるな。音を立てずに闇討ちしよう。槍使いの方が厄介だと思うんだけど、とりあえず、おお、水なんか飲んでる場合じゃねえぜ。これ背後から迫れば多分闇討ちできるよね。ここ行った。待ってください。これ闇討ちできてんのかな。闇討ちなんかできてなさそうだよな。うん、とりあえずこれは回避できる。多分赤炉よりは避けやすい、この危険モーションが。おそらく、まあでもとっさになったら避けられないんだろうな。おっ、ちょっと待って、やばい、やばい、バレた。いや、見つかった。逃げろ。いや、見つかった。あそこから侵入できそうだ。めっちゃ来てる。めっちゃ来てる。うわー、めっちゃ入ったここ。大丈夫これ。ここバレてる。なんかいろいろパクって帰ろうぜ。パクって帰ろう。これは、あ、なんか猛虎の品。よし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 。50個あるのか。コレクションアイテムみたいな感じが。もう全部パクって帰ろうぜ、これ。やべえ、めっちゃ来てる。やべやべ、あいつ絶対強いじゃん。こうバレてる。一人ずつ闇討ちで倒そうぜ。帰った、帰った。やばい。帰った。あ、どっか行った。どっか行きやがったぜ。裏から回れないっすかこれ。なんとか、なんとか。ユナだ。ユナ、こんなとこにいんの。ユナが、やべ、バレてるバレてる。やべ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 、ユナいるなら助けてくれ。ユナやばいやばいやばい。どうしよう。ここまでこれまでいった。飛び道具使ってくんのかよ。ふざけんじゃねえよ。やばいやばい、つかかってる。おい、卑怯卑怯卑怯だぞ、卑怯だぞ、卑怯だぞ。来るな来るな、これちょっとずつ倒そう。怖いでござる。早く早く逃げて、早く早く逃げて。危ねえ危ねえ、助けて助けて。ダラ持ってるちゃっとこい。待て待て、一人も逃がすな。こらほら、よしよしよし。こうやって一人ずつだ。一人ずつならやれる。一人ずつやれ。よし来た来た来た。今 L スン。よし、あとでかいやつ切るだけ。いや、でかいやつ切てる、でかいやつ切てる。やばいやばいやばい、逃げろ。これが俺のやり方よ。卑怯とは言うまいな。これ後ろから切りかけれるのかな。闇討ちできるのかな。危ねえ、怖い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 。これいける。スリアー、よいしょ、スリアー、おるね、おいしょ。危ねえ、守れ。今、よしよしよし、隊長倒した。あと2人隊長倒すか。動きを見極めると水の型を得得できる。いやよし、これでわしも水柱じゃん。おお、倒したで。ユナのユナの声がするっつってだから、ユナのとこ行った方がええんちゃう。壺は壊せないんだね。はいはい、じゃあ行くか。馬来い、馬、馬来てくれ。おお、空待っていたぞ。空をもかける、お前は天魔だ。ユナの声がどこでしてんの。ユナだユナださっきも声が聞こえた。どこにいるんだユナ。あそこか。ユナ絶対ここだろ。ユナ収まれてる。あ、なんか ぶっ殺してるやん。強っ強っ。どうしたユナ。待ってたよ。どうした。めちゃくちゃ強いじゃねえかおめえよ。来るなら早く来て、危うく死ぬところだった。すまぬ、俺もちょっと襲われていた。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入江の近くに野営があるって聞いた。なるほど、場所ならわかる。そこへ向かえって話か。おお、武士の本懐、陣の道。力を貸してくれる人は見つかった。いや、まだ探しておる。じゃあ先に、じきに誰か見つかるさ。先にさ、力を貸してくれる人のとこ行ったら多いんじゃないの。後でタカも手伝ってくれるよ。さあ、もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。
兄弟とはそういうものだ。またまた武士があったぞ。あなたにも武士があったぞ。兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。そうなんだ。助けた後はどうするの？あ、ちょっと待って。休みたい。どう？叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だ。さすがは叔父上。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。これ武士ないのかな。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。なるほど。どの辺？あ、この辺じゃね。とー、ここね。はい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 、着いた。ここからなら入れそうにないな。野営、あ、あれか。しつらえたものならばどこかに隙間がある。探すぞ。もうこの野営を調べろ。余裕だろあんなとこ。これ何？タカを助けなきゃ。タカを助けなきゃ。騒がれずに。何か手があるはずだ。この丸いところ、これか。奥の守りは固そうだ。奥の守りは固そう。ということは奥じゃない守りが。あの岩は登れそうだ。あの岩は登れそうだ。崩れる。気づかれるよ。他に何か手がかりは？正面の壁は出来上がっておらぬな。正面からかも。正面の隙間から入れっていうことか。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。誉れはどうした？この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き。そう、誉れだ。誉れのために身を捨てる。何よりも重要でござるよ。我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。行くぞ。もう暗くなった。もうだいぶ暗くなったんちゃう。だがユナ殿の言い分もわかる。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。なるほど。武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり抵抗があるでござる。されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろう。なんだってやらなきゃ。そうは言われてもユナ殿。通るぞ。誰かおるか。誰かおるか。入るで。あ、いる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 。後ろからちょっと。背後から暗殺しよう。闇討ちでござる。あいつ双剣使いだ。キリトさんに憧れてんじゃねえの。捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。そんなの誉れに反するでござる。でもやるしかないでござる。背後から殺せ。これなんか出んのかな。あ、ここでやっと闇討ちできるのか。さっきそれでできなかったんだ闇討ちが。ほらよし、ほら死ぬでござる。よしよしよし、よくやったジェイ。これも対馬のため。これも全て対馬のため。さらばだ。俺にはなすべきことがある。弓持ってる。狩りとかしてる。お前はどう見る。足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。熊なんて飼ってんのか。あとを追うぞ。あとを追う。はい。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。眩しい。あっちここで倒れましたね。虫の息です。どこで倒れた。ああ、すぐ近く。手がかりがちょっと見えませんでした。
元の場所、ここで倒れましたねって、どこで倒れたんやね。あ、ここね、あ、この足跡だ。何を追ってたんだ俺は今まで。一体この足跡を追わなきゃダメなんだよ。闇雲に歩いててもしょうがねえよ。気を抜くなよ。分かってます。お、いるいる。私に鹿じゃん。させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。任せてください。ゴッド・オブ・オーで感情に身を任せるなと学んだから。あ、俺なら生きておるやもしれん。慎重に近づきましょう。おじ上殿、危ないです。そんなに早く近づいたら焼き傷では死なぬはず。何かに、何か他のものがいます。熊以外の野獣がいます。この傷の跡は矢ではありません。蝶が飛び出しております。わあ、野盗にございます。死角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、沈めよ。怒りを抑えろ。怒りを抑えよ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが誉れ。それが侍の姿だ。おじ上、わかりました。虚に乗ずるは臆病の印。あー、すみませぬおじ上、私は、私の誉れは今ここで失いました。なんということだ。ジン、どうした。俺の貫いてきたものが。タカを探そう。よし、ここからもう全部闇討ちラッシュだ。頭の中まで野党になるんだ。俺は野党。そう、今夜限りの野党なら。耳すまし、耳すまし。時の流れが遅くなり敵の居場所を探知できる。これ？あーね。あ、位置がわかるのか。なるほどなるほど。これは活用していかなければならない。で、敵が後ろ向いてる隙に多分闇討ちだ。ここでござる。卑怯とは言うまいな。すみませんのおじ上、今だ。はあ、これ結構雑に近づいても闇討ちできんな。あ、バレる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 。大丈夫大丈夫。待って、とりあえず耳すまして2人しかいない。耳をすませば2人だけだ。2人だけだから、待って、あそこに1人か。もう1人は、もう1人奥に行ったから、今のうち今のうち今のうち。おい、イノシン焼いてんじゃねえよお前。命を殺める者、また自分が命を持って償うべし。あ、ここら辺から物資パクってこうぜ。失礼します。あざーす。鉄とかは多分後で刀とか作るときに多分じ。おお、めっちゃいるやんけ。危なかったで、おまんが。危なかった、なんとかあったわ。今バレそうだった。ちゃんと見ていけ。大丈夫、あいつ酒なんか飲んでる。おい、酒なんか飲んでる場合じゃねえぞこの野郎。卑怯とは言うまいな。あ、さらばだ聞こう。あ、これは長押しで開ける。タカじゃない、これ。いや、でも助けよう。死んでる死んでる。うわうわ、団子三兄弟、団子三兄弟、団子一番上は長男、長男。わ、団子三兄弟マニアだ。こいつらは何これ。うわー、これ何、犬、キツネだ。キツネだ、なんていうことだ。鼻フックだ、鼻フック。キツネ、キツネ、ケモナ、リョナケモナの抜きどころ。鼻フックコーナー。これ、めっちゃいるめっちゃいるけど、物資も取るね。とりあえずあいつだけかな。いや、
やぶねえ、中にいる。横にいんのかこれ。横か中、こん中なのかな。降りた。タカか。見に行こう。見に行こう。タカじゃない。タカじゃない。タカじゃない。でも大丈夫。こいつはとりあえず殺そう。とりあえずそいつ。ぬん。お前声出すなよ。てめえ助けてやるけど声出すんじゃねえぞてめえ。おい。でも声出したら殺すからな、このままで闇落ちするからな。ほら。よく中に入れたな。逃げるぞ。話は後だ。お前ついてまいれ。行くよ。ついてまいれ。おーい。おい逃げんなよてめえ。あっちに行ったな。こっちは。でもこん中のやつも倒しといた方がいいんじゃないの。こん中には入れないのか。いや入れる入れる。入れるけどだよな。いいこれ。行きます。お邪魔します。お邪魔するわよ。ささ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 、ズブシュー。欲張りなので、拙者欲張りなので物資を調達しに来たでござるよ。やるな物資。おお、堺家の太刀が強化可能。おお、ええやん。堺家の太刀強化を確認。鍛冶屋の店で強化できるから、まだ強化はできない。まあ、暗殺用と静かに敵を闇討ちする、まあ、担当と太刀、これ2つをなんか自分のスタイルに合わせて強化していくんだろうな。はは、強化可能なのはいいんですが、まだちょっとね、鍛冶屋がいないんで、ここで鍛冶屋を助ければ大丈夫みたいな感じ。おう、これこの高さから落ちたら絶対死ぬ。俺望遠鏡とかさ、そういうアイテム欲しいよね。やがて手に入るのかな。遠眼鏡系はちょっと欲しいな、これだけ景色が綺麗なゲームだから。よいしょ。川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな、あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。そうなのか。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。おい、そんなこと言わずによ。猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。お前ちょっと協力してくれよ。お前対馬を守ってくれよ。一緒に。お前の対馬愛はそこまでなのかよ。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが多くが他へ移された。何。じゃあ俺いつになったら刀強化できんだよ。だから案内しろ。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。何。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。よかったな。壁で囲まれた村か。壁で囲まれた村。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。なるほど。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと分かってくれるのか。なすべきをなしたまで。なすべきことをなすまでです。そっか。お、金田城。おじ上おるか。おじ上。おじ上元気しとるか。お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせる。さすれば縄を解いてやる。己のじゃれ事は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。何？ジンが。我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。おいも卑劣な真似を。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。主は父も同然。
我が子を見捨てるのは辛かろう。己のしもべにはさせんぞ。武士の誉れを見せる時だ。でも俺にはもう誉れなど存在しない。おいしいか、ソラ。あー、これで、あー、なるほどね。メインミッションを進めていくとこれでどんどん上がっていくのか。攻めと守り、おー、技量を獲得した。消費すれば新たな技を得得できる。はい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 。物語を完了したり噂を広めれば技量が手に入るのか。攻めは転がって回避する。あ、転がり回避良くない？転がり回避の方がいいな。守りは受け流しの極意、ダメージを受ける寸前に攻撃を弾き、切り返す。だ、これもうパリーでしょ。パリー回転のがいいでしょ。回転のがいいな。回転、回転にしまーす。イエーイ。あ、こっちもいける。探索、誘い風の効果を強化。これは敵の攻撃を避けて人たちを浴びせる。逆襲、避けた後に人たちか。こっちは敵に向かって、あ、俺このダッシュ切り欲しいかもしれないな。ちょとつ、ちょとつ、ちょとつもらっとくか。守りも、でも最初やっぱ守りも見とくか。守り見てこの先が実は強いかもしれない。受け流しの極意、癒し。あ、だからこれ先に見れたんじゃないの。受け流しが成功すると体力が回復する。じゃあ受け流し、これちょっと練習した方がいいかもしれないな。猛虎の剣による防御負荷の攻撃を受け流す。防御負荷も受け流せるんだ。おー、これ何、かっこいい。これかっこいいじゃん。これ、これいいな。後の野菜、攻撃を受ける寸前で回避して強力な反撃。基本的にやっぱ弾き、あ、型とかもあるのか。型は、あー、もうなんかもういろいろ強化できるね。いろいろ強化できるんだ。とりあえず把握した。石川先生のとこ行きましょうよ。とりあえず、とりあえずここへね、ちょっと向かったらええんちゃうんか、これ。よいしょ。待て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 、なんかいる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 、なんかいいんじゃん。めっちゃ来ちゃったよ、あいつら。ちょっとここは倒してやるか。おい、猛虎軍どもが、おら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 、弓など効かぬ。おら、おら、痛い痛い。おい、こいつら何、もうバン、や、いや、何こいつら、バンド見てるやつら。えいえいえい、効かない、効かないのかこいつら。まずはガードを崩す。ガードを崩した後に切り伏せる。トウローリング、避けろ避けろ、とりあえず避ける。ふい、おー、せいせいせい、無礼者。よし、ちょっとはいいことしたんちゃう。よいしょ、無視ゲッチュ。困っておる様子だが、何があった？何があった？ひどいいさかいがありまして。なんということだ。猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。なんだか面倒ごとに巻き込まれちゃいましたよ、ジンさん。夕日が綺麗だぜ。飛べ空、おかっけ。お主は天かける。あー、空ひっそら、お主は今日から鬼影と名乗れ。行くぞ鬼影。あ、これ何これ、え、これ何これ、こっから降りろと。あ、こっからなら降りれるのか。馬が、馬降ります、馬降ります、馬降ります、降りろ。そら、やばいこれ。はぁ、あ、これ手動で、なんとかさ、手動で降りて、手動で降りるわけよ。ここR2 で降りれるわ。降りれるで、下で L を倒せば近くの石に自動で、あ、飛び移れる。なるほどね、便利だ。はいはいはい。で、これでまた呼べばいいんだ。呼んだら来てくれるから。あ、来た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 、ほらほら、こいつは都合よくね、都合のいい女だから、俺の都合のいい女だからすぐ来てくれるんだ。あ、この辺は何、この辺来たことある。すごいよ、この辺綺麗だよ。ちょっと観光してこいよ。あー、いい景色がいいよ。もうちょっとおじ上とかどうでもよくなってしまったな、これは完全に。主は絶対奪われたら命落として守り通せ、いや通り返せ、守れておらぬぞ。こっちどこ行くのこれ、ちょっと探索したくなってきちゃったな。あ、おじゾーンがある、おじゾーン。そら、私は行ってくる。ちょっと待っていてくれ、ここで。おう、
おじゾーンだとお参りをしておこう。おじ上のために。日吉の湯だ。日吉の湯？宿のものなら先生の所在を知っているはず。あ、なるほど。先生、先生、いますかい？これお湯なの？温泉だ。おなごはおらぬか。ここは混浴だと聞いてきたのだが、おなごはおらぬようだな。ああ、待って。待ってください。あそこで大温泉に浸かるおなごがいる予感。おじんが、おじんやないかい。まさかあなたもお侍。生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。なるほど、見るとしよう。そこに先生がおられる可能性。おい、そこのお前。ああ、これはこれはご丁寧に。あ、待って、ふんどし太郎がいる。おお、ああ、たまらねえぜ。ああ、たまらねえぜ。対馬の剣木の土手の下で盛り合おうぜ。至急メールくれ。ああ、たまらねえぜ。おじ上と同じ声だな。お前何やってんだよ、ずっとよ。そんなふんどし姿でよ。いやー、ここも換気ポイントだわ。わかった。サービスショットしてやるよ、お前たちのために。だからしょうがねえな。うわー。いや、結構泳ぎが早い。ジン。やめるのだ、ジン。誉れを捨てまする。おじ上。誉れは捨てまするぞ、おじ上。いや、誉れなんてもうねえよ、こいつにとっては。あっち待って、旅館みたいになる。何、ちょっと、一泊し、おばば。まあまあ、図が高いぞ。我、侍ぞ。おーい、苦しゅうない。あ、何あそこ、行商がいる、行商みたいなやつ。戻ってんのか、てめえ。何かご入り用でしょうか。何か、おー、よろずや、万屋。酒井様、生きていらしたのですね。なんとかな。どこかで会ったか。ああ、いえ、ただ、ご出陣のお姿を見ただけです。なるほど、俺のファンか。お受け取りください。サインしてやろうか。お探しの者へと誘う力があると言われています。それはお主が持っている。猛虎が怖くて私は動けません。もし道すがら花を見つけたらここに持ってきてもらえますか。花いっぱいあるよ。俺いろいろ染め直しますよ。花いっぱいある。覚えておこう。助かった。あ、花の色を使って服を染められるのか。長旅に向いた着物。あ、これ着せ替えられる。あ、ちょっと色変えられるの、これ。ちょっと色変えようよ、これ。素材が足りないようですね。おおおおおおお。あーね、花が10必要。今なんか8しかねえ。わあ、ちょっと、あーね、いろんな色に変えられるんだ。でも赤かっこよくない？赤でええで。刀は？刀の色が変える。あー、つわものだけが持つことが許される。へえ。おお、服装が変わった。マントマンだ。たこ焼きマントマン。これ装備は多分どっかから変えられるのかな。防御力とかはないんだね、多分ね。わかんない、あるのかもしれないけど。でもこれの方が効果がつく。霧が 10% 晴れやすくなる。あ、天候とかもランダムなんだ、これ。物品が 30m 以内にあると、コントローラーが振動する。へえ。じゃあちょっとしばらくこれつけとこうぜ。馬も装飾品できるの。おー、いいねいいよ、素晴らしいよ。おー、なんか晴れたんだけど、尺八吹いたら。そういう効果あんのかな。たまたまだと思うけどな。あっちは？おーい、誰かいるか。ババオレやんけ。温泉街の宿やって感じだな。あいつだ。